はいみな、えー、さんこんにちは、えー、登録実務講習から始まる宅建支援の道というタイトルで30分程度ですねお話しさせていただきます、えー、担当しますのはアレクセン人工新水野と申しますどうぞよろしくお願いします、えー、今日ですね登録実務講習というですねこちらまあ、パンフレットがございますがね、えー、こちらのですね受講する、まあ、メリット そして、あのデメリットですね、えー。そういったところをお話しするんですが、まず確認ですが、これ、合格のって書いてね次はでねあの、合格してない方いらっしゃいますかね。えー、あのいや、いらっしゃったらいらっしゃったでいいんですよ。立ち上がるとみっともないんでね。あの人受かってねのに行きちゃったらうっかりとかって、ちょっと晒しもになっちゃうんでいいんですけど、あの、来年のためにね、受けるのは、あの、これ合格者まず前提です。合格してないとこれ受けてもしょうがないとか受けれないんでね。じゃあこれ合格したときに、皆さんはもう合格者。で、まずは合格おめでとうございます。 であの皆さんの中には今年じゃなくて去年とか一昨年とかもうすでに受かってじゃあそろそろね登録でもするかなって方もいらっしゃると思います、まあ、どちらにしろこの登録実務講習っていうのを受けないと登録できない場合があるんですねそれはもうご存知だと思いますが2年間の実務経験でございますでまず、あ、2年間の実務経験があればこれいらないんですよねこの講習わざわざ受けなくて大丈夫なんですよねでもそれかは皆さん2年間の実務経験ないか、まあ、中にはね2年間実務経験あってもいらっしゃる方もいるんです であのいいいらっしゃるるない方もいるんですこれねなかなかなんですけどね例えば不動産会社で2年間働いてたらいらないと思うじゃないですかいざ社長に「すいません受かったんで登録したいんで」とそうするとね会社に証明書を出してもらうんですよ2年間実務経験やってたとところがですよまずねずっと人事やってましたとか言うとね無理です無理ですだめなんですあのこれね東京特に厳しいんですよ東京行くじゃないですかあのハンコもらってで何やってましたって聞かれるんですよ でずっっっとと、人事やててましたって言うとじゃあ実務経験じゃないですす。って弾かれます経理やってましたも同じであとあの宅建業免許もらってる会社だけど建設の営業建てるのの営業20年やってた人が去年来てました、うん、20年やってたら私詳しいですよこれえほらラーに20年やってたけどいや実務経験弾かれちゃってとか言って、うん、でもそれでもね中聞いたらね取引の内容ではためになりましたと。 面白かったですと言っていかれる方は結構いらっしゃいます。だから別に2年間持っててもね、やっぱり受けてもいいんですけども、でもまあ、なるべくだったらこんなもん受けたくないですよね。うん。だからまずはね、確認すること大事です、会社に。でも会社に確認して、え2年間実務経験あるはずだと思って会社がこれ出したとします、実務経験証明書。ところがね、従業者名簿に載ってないと、理由をお尋ねらされるんですよ、会社に。で、従業者名簿って働いてたら載ってると思うじゃないですか。甘いんですね。従業者名簿載せない会社いっぱいあります。 働いてても。なんでかというと、5人に1人足んないんで、えー。8人になっちゃうとまずいから、4人とかにしとくんですよ。5人とかギリギリに。で、雇って働いてても入れないんですよ。俺、3年も働いてたのに、従業者名ッも乗ってなかったら、なんなくだっこの3年みたいなね。そういう方は毎年いらっしゃるんです。だから、早く確認した方がいいですよ。働いてたから2年間あるからといって、大丈夫だとは限らない。これ、逆に働いてた人にも言ってあげたい感じです。え、ね、でも、まあ、ね、皆さんは、じゃあ、ね、え、いや、それもないしね、もう無理だからね、じゃあ来ようかなーって言ったところで、まずはデメリット一言。 金がかかる、時間がかかる。これだけです。ええー。時間とお金さえ、これクリアできれば、受けた方に決いまいいいってます。だって、せっかく合格したんですよ。じゃあ、皆さんは今、合格して、なんて名乗りますかまあ、自分の名前普通に名乗るんでしょうけど、合格者って名乗るんですよ。名刺に書きたいですよね、合格したら。名刺に何て書くか知ってます宅建士、宅地建物取引士って書いたらアウトですよ。インチキですよ、その名刺。宅地建物取引士、試験合格者ですよ。それを名刺に書くんですよ。 恥ずかかしいいと思いませんかも,うもうね、いやい,いたんですよ、3年ぐらい前に、この名刺交換したら、宅地建物取引士合格者って書いたんですよもうね、もらった瞬間、もうちょっと笑いこらえました、つって、もう嬉しかったでしょうね、きっとね、嬉しかったから、合格者って書いたんでしょうね、合格者って書いてるんですよ、もうね、なんかこう、こ,こちょばいですよ、ね、ここらへんがね、もうどうせだったら、知って書けやいいのに、ね、合格者っていう、なんか中途半端な、もうだから書かないのはいられない。でも書 書くと、ちゃんとしてないじゃないですか。まずいじゃないですか。だから本当に合格者って書いちゃってるんでしょうね。うん、これはね、あの、受かってても逆に恥ずかしいですよ。えよっぽどね、知らせたかったんだろうな、みたいな。やるんだったら書くんだったら、ちゃんと卓球一緒になってください。そのために、この登録実務講習、はい、必要になっていくんですよね。じゃあ、この登録実務講習って、まあ、どんな内容なのかなと分かってる方も、ちょっとね、ご覧になってください、えー。今日パンフレット配ってますね。そちらで、まずこれからの皆さんの流れ。 <laughs> まずさっきも言ったようにお金もかかるし、えー、あと時間もかかりますだから別にあの合格だけでも十分ねこれは価値はあるんですよ宅研試験って例えば転、あのー、職とかね就職活動しようとかいう時に合格者って書いただけであちゃんと自己啓発してるなっていうそれは見てもらえますからねだから合格してるだけでも十分価値があるでもやっぱり生かすためには取引証欲しいんですよじゃあそのためにはいまずは合格、はい、おめでとうございます 実務経験2年以上ただ2年以上って言ってもあの実際、不動産会社で働いてても2年間実務経験あると言われるかどうかは限らない会社が従業者弁務に乗せててくれなかったとかね、うん、あとはあの営業でもあの全然違う営業えあの建設の営業やってましたとかね人事とか総務とか経理やってましたとかそれで中身いっちゃうと、まあ、ここのところってダメなんですよ、まあ、それだったら話合わせりゃいいじゃんって話ですけどね会社と自分が話し合わせていけばそれはなんとかなるでしょうよでもなんかドキドキしません それにやっぱり実務やるときはね、ある程度ね、概略は知っといた方がいいんですよ。だから、これ、実務経験あるってなってても、自信ないなと思ったら来ていらっしゃってもよろしいかと思います。うん、じゃあ合格しました。合格してもらいます。合格だけでも十分素晴らしいんですけどね。はい。もし実務経験がないとなると、もしくは、この受けると、この実務講習を受けるんですが、まずこの実務講習っていうのは、何をやるかというお話を簡単にしておきます。 これあの登録実務講習申し込み案内というのがねこちらに白黒であるんですがまあおそらくこういうのはあんま見る方いないんですよね一生懸命こういう時じゃないと、うん、だから言っておきますまずはこれお申し込みいただくとね教材が届きますダーンと DVD が来るんですよ DVD が面白いですよ。えー、面白いですよ。もう正月には最高な DVD ですよ。まあ、わかりますね。皮肉ですけどね。えー、もうすごいんですよ、この DVD が。もう見るとね、3分ぐらいで眠くなるかもしれません。あまりあの、やってる先生もいるんでね、あの、そういうのを言うわけにはいかないけど、うん、確かに眠くなっちゃいそうな感じですね。えー、これね、まあ別に見てもいいんですけど、もし見なかったとしても、なんとかなります。 うん、でもこれあのやるなって言ってないですよや,や,やるなって言うとこれこう,こうやってる人間がなんてこと言うんだ DVD 見なくても大丈夫ってなんてことだみたいになるんですけど、うん、私が受験生だったら多分見ませんね、えー、あの面白すぎてねあもしかして一応流してねそのなんか見た手でいくかもしれませんであとね課題が出ますえ課題が面白いですよ面白くはないけどいいあれ大変ですよ、ね、でその課題もちろんやってきていただきたいんですけども万が一ねちょっと時間ないなと言ったら、うん、やんなくてもねなんとかなるかもしれません でもねやっとくと何がいいかというと実際にこれあの試験があんです2日目の夕方こういうのが出てくるんだなっていうのが分かるっていう点ではやっぱりそれはやっといた方がいいですよであのー、実務経験本当に全くなくて不動産に全く興味もないと全くさらで来ると試験の勉強してても実務講習ってなかなかねあの突っ込んだ話するんですよ仕事で何言ってるか分かんないっていう方もいらっしゃるんでそれはね DVD 見て全体像をつかんどいた方がそれはいいに決まってます。 うん、だから、このね、スクーリングという前にね、まずはね、その DVD だとかね、教材が届くんです。で、あとはまあメインは実際は自宅学習、これ出てますね。これが今の話、DVD と通信過程、えー、やって、で、スクーリング、早い人だと1月からとかですね、えー。あと2月とか3月とかね、まあ、やってますけど、ずっとね、年間としてちょろちょろやってますが、スクーリング、演習12時間、終了式1時間と、12時間です。長いですね。 えこれ1日で終わらそうっていうすげえ日程もあるみたいですけどね、えー、まあ大体2日で分けた方が一般的にはいいのかなって感じはしますあの受講生の方の意見を聞くとね1日で詰め込むとなかなか大変なんでね、えー、ただまあどうしても1日しか都合つかなければそれでもいいと思いますがねとりあえずこのスクーリングというのに来ていただいてまあやるんですけどもそれでどういう内容をやるかというんですがこれあの全く卓球試験とは違う視点でやりますテキスト皆さんお持ちじゃないいと思います。 もしかしかて申し込んでたらもう来てるかもしれませんが、今年はまた色だけは変わると思いますが、まあ、中身大体同じなんでね、レク、そんな年がら年中変えてると、金ない会社だからこう、そんな改定しないでね、大体同じようのやってるんですけど、このテキスト、うん、これメインで使います。で、このテキストの内容、まあ後でちょっと開きますが、これね、やっぱり中身よも当然見ていくんですよ。で、見ていって、そうですね、中身よりもまず気になるのは、試験の話とかですかね、1ページ目開いてください。 で、この登録実務講習って、まあ、受けようかなと。お金はある、時間もある。でもテストがある。いやー年末年始忙しいから、やっぱり試験があると、もうちょっと先の方がいいんじゃないかと。うん、この試験、どんな内容か言っときますよ。まず、通信、スクーリングで学習した内容について出題いたします。え丸抜式、記述式、それぞれ8割以上の正解を持って合格とします。全部で丸抜は20問出てきます。8割以上です。なかなかですね。 卓球試験今年、点高かったですね思ったより、35、でも7割ですよね。8割っていうことは40点ですよ。うわ、結構きつそうですよね。きつそうですよね。きつ,ですよ、ね、きつくないです。なぜなら、これテキストありますよね。で、このテキストを、まあ、私、あの、講義、私の場合ね、講義で、ここガーッとチェックしてくださいって言うんです。ガーッと。そしたら皆さんはガーッと塗ってください。それがね、出るとは言いませんよ。そのまま出るとは言いませんよ、そのまま出るとは。の出るだと言ったら皆さん馬鹿にしてるみたいじゃないですか。 出るんです。出るんです。これが出ちゃうんです。要は登録実務講習ってねねえでちゃんと聞いてるかどうかなんですよ。だからもうガーッと塗るじゃないですか。何なんなら付箋でも貼っといてください。まあ中にはインデックスまで貼ってね、いやそこまで労力かける必要ないんじゃないのと思う人までいますけど、う付,箋付箋貼っといてください。もうそこがもう出てくるんですよ、うん。ただね、20個出て20個しか線塗らないわけじゃないですよ。多分私で大体80ぐらい塗ってます。うん、だから80。 これ、結構ありますよね。うん、でも結構あるけど、出るんで、出るんで、インデックスでも貼って、付箋でも貼ってりゃ、見るところ大体わかるじゃないですか。ということでございます。もう落ちる気しなくなってきましたね。だって見ながら丸抜けんですよ。どうやったら落ちるんだっていうぐらいですよね。うん、あともう一つ。これ、丸抜はいいんだけど、もう一つね、期日っていうのもあるんですよ。期日。これ。丸抜が8割、期日も8割なんですよ。期日どうです 皆さんは今まで竹試験マークシートですよね。4つの中で1つでやればいい。だから受かったけど、もし貸したんぽ責任って書けとか言ったらドキドキしませんいやー、このぐちゃぐちゃとかしたりそうじゃないですか。ぐちゃぐちゃと感じかけなくて。そう、感じかけなかったらどうしようっていう、そういうすごい基本的な心配なんですよね。安心してくださいこの登録実務の記述式って、あの、これワークブックっていうのをね、あの、実際の講義ではおつ使っていくんですけど、これあの、重説とか契約書をね、作るページがあるんですよ。 これ、売買契約書のページとかね、あと、売買契約書の時に、この所有者のところにどこ書くか、住所指名、ね、あと物件の表示ってどう書くか。要は、これ、あのー、法律的なところというよりは、重説とか契約書を資料を見ながら作っていくという作業なんです。資料を見ながら。要は、資料が出てるんです。出てるんです、数字が。書いたんです、人の名前、住所が、地盤が、家屋番号が。それを見ながら、写して8割です。どうです普通落ちませんよね。 普通落ちないんですただね、たまにまれにやっぱり記述式が、もう2日間疲れちゃってね、もうなんかぼーっとして、なんか起きたふりみたいな、えー、してて何も聞いてないと、始めっちょった時に何していいかわかんなくて、それでテンパっちゃって、うっかりさんみたいなのが、ま、え、れ、ー、にいるようです。えー、だけど、普通はちゃんと演習で、どこのページのどういうところ、資料のどこを読,め読んで、ここに転記すればいいっていうのをわかっていれば、これできる問題ばっかなんですよ。 要はこういうことです。一生懸命お家で暗記してお勉強しなきゃいけないなっていうものはない。えー、もちろん講義聞いて、あ、こういうふうに、こういう資料のここを読むんだなっていうのを、えー、理解はしなきゃいけない。でも理解したことをちゃんと書いとけないんです、テキストに。この住所、氏名は住民票を書くとか、ここは登記事項証明書の表題文のところを書くとか、書いとくんです。見ながらできるんで、見ながらこれ持ち込み買ってなってんです。下見てください。持ち込み買ってありますよね。 うん、これ先に言わないとね、何言ってんだろうってなりましたね。えー、持ち込みかテキスト。これ、講義で使うテキスト全部持ち込んでいい。持ち込みかというのは見ながらできる。見ながらやりながら丸抜やって、えー。見ながらやりながら空欄埋める。できますよね、うん。だから試験について心配はないです。ただ2日間ちゃんと起きれるように、前日は寝てきてください、えー。それぐらいのアドバイスですからね、うん。だから、ここのところは絶対に試験は大丈夫。あ,あとは問題の中身なんですけど、 中身で卓球試験のお勉強を皆さん散々やったじゃないですか。もちろん試験というものを基本に仕事ではどうなるかっていう話をね、していくんで、試験無駄にはなりません。当たり前ですけど。でもやっぱりね、試験と実務って全然違うところなんですよ。うん、例えばです。今日はね、あんまり文章は読み、読みづらいと思うんでね。あの、こちら、えー、テキストなんですけど、このページ、媒介業務の全体構造というのが出てるんですね。 で、まずこの講義の内容は、売買。売買って仲介です。土地建物一戸建てがあるんですよ。その一戸建てを、ね、あの、売り主さん、中野の売り主さんが売りたいって言ってきましたと。で、買い主と売買契約をして引き渡すまでの一連の業務の流れ。それをブレイクダウンしてお話ししていくっていうのが、この二日間のテーマなんです。で、これはあの、売買がテーマなんでね、俺賃貸だから意味ないよと。意味なくないです。あの、賃貸やってて営業力あってね、絶対将来売買行きたくなんですよ。 だって、売買のが金になるんで。えー、あと、マンションの仲介だから、戸建てとかは関係ないと。そうなんですあの、マンションってね、売買でも簡単なんです。そんなに大変じゃないです。まあ、マンションはマンションなりに大変なところはありますけどね。やっぱり戸建てって土地が絡むとね、道路の話とか結構大変なんですよ。うん。だからね、道路の話とかって、マンションの仲介しかやってないと知らないことが多いんでね。うん。例えば、将来独立しようなんて言ったら、知っといた方がいいこと、いっぱいありますよ。 うん、そういうような内容をやっていくんですが、まあ全体の流れをね、これ通してお話ししていくんです。で、その時に、例えばですよ、皆さん試験の勉強で、こんなのやりましたよね。重要事項の説明って契約前にやんなきゃいけない。ありましたね。ところがこのテキストだと、見てください。売り主と買い主がえ、まあ来店してからの話がうがで出てるんですよ。でここ、条件交渉、条件の位置ってありますね。値段が決まりました。引き渡し日決まりました。そしたら、売買契約書の作成っていうのが、 9番、記念です。売買契約書。はい、案の作成。で、重要事項の説明。どうですあの、この流れって、試験だとおかしくないですかだって、重説やって契約書じゃないですかなのに、ここ、売買契約書案の作成、契約書作って、重説の順番になってますよ。これが仕事でございます。要は、皆さんは試験のお勉強では、ちゃんと、ちゃんと机の上の勉強でやってきた方は、こうです。重要事項の説明で、 買うかどうかの判断材料を提供してもらう。で、納得したら契約をする。で、契約した内容を契約書にする。っていう流れですよね。試験の勉強では。こんなこと仕事ではやんないんです。もう買うって決まったから重説なんです。借りるって決まったから重説なんです。じゃ、契約書はどうするか。もう事前に作っとくんです。どうやって作んのと。条件交渉で、金額とか、引き渡し日とか、手付金からとか、決まるんですよ。決まるんですよ。それを我々は介が持っている雛形に落とし込んで、 名前、住所、もしくは物件の表示、えー、期日、引き渡し期日、そういうのを全部入れるんですよ。えー、で、契約書の案ってつくんですよ。その案というのをお客さんに見せるんです。こんな感じですよ、と。そう。お客さんの納得した内容を契約書にするなんて、そんなかったるいことやってらんないんです。こんなことやってたら、ウインスと会与しかですよ。納得した内容を、はい、じゃあ第一条どうしますと。シーンと。進まないんですよ。 言ったこと、ワードでコトコト打ってらんないんですよ。我々は、中介が持っているひなを、ね、カスタマイズしてお客さんに、案として出して、こんなん出けけど,どう大丈夫ですかと、説明するんです。だから実際契約書って37書面契約書って説明しないとお勉強しましたよね。仕事だと説明します。重設の時に売買契約、案っていう形ですけどね。説明するんです。これ、ある程度仕事かじってたらそりゃそうだってなるでしょうけど、初めてだとね、えってなるんですよ。 そういう試験で勉強した内容と実は実務は違うよっていう、その橋渡しがこの登録実務講習ってところなんですよ。まあ、少なくとも私はそう思ってるんでね。うん。だから、あの、結構この登録実務講習って講師によってね、内容ね、あの結構変わると思います。だからそれもね、あの、別に私じゃなくていいんでね、あの、鑑定士の先生だと鑑定士特化した話になったりとか、え、ね、建築が詳しいと建築とかで、私はもう全体ね、やるんですけどね。うん。だけど、これ、先生によっても違うんでね、そういうのを調べてね、受けるのも面白いかもしれません。 でまあ、あと登録実務講習というのは今みたいに基本的に試験ではないえというところをお話しするんだよという点でこれ実務の勉強には、ね、絶対になると思います。そこら辺で受けても面白いかあとなんですけどこちら見てくださいじゃあ皆さんは登録実務講習終わりましたであの終わりましたって急に終わっちゃって、ね、受かるのかもどうかもね微妙なんですけど受か,ったら受かったらというか合格率は見てください。 一応合格率どっかに書いてありましたね。えー、合格率ありましたね。右側の方のページです。この登録実務講習のカラーのページの、えー、特徴の3。無料で再受講ができます。1回のみと。うん、受かるまでじゃなくて1回というのはちょっとせこいですけどね。1回だけは受けれると。合格率終了試験99.9%。高いですね。 高いでですすねこれで落ちたらレアですよ、えー、なんか逆に勝ち組かもしれませんね、えー、2回も受けれて、えー、でもこれ普通は落ちないんですよでちなみにね全体の合格率は、ね、95とか言われてますでその後って何になるかというと試験ガチで受けるとこんなもんなんですところが体調悪くなって途中で帰るとかねあとはあの居眠りで居眠りでねあんまり何回もやってるとねあのこれ指導入るんですよもうダメですよと、えー、それでもねもう帰もうダメだとお客様なんですけどね すいませんけど、今日体調悪いようなんで出直してまた別の機会に来てくださいって追い返します。これ結構シビアにやりますよ。いくらお客さんでも寝てるからね、ほっとしてあげようなんていう、そういうのはしないんです。これね、卓剣試験の講義受けられた方もいらっしゃいますね。その講義では寝てようがね、別にね、あのぼーっとしてようがね、ひっくり返ってようがね、ほなもね、無視です。ほなその人の自由なんで。うんまあ、たまに暴れるうるさい人がいたら、ちょっと静かにしてください。まあ、迷惑なんでって注意しますけどね、うん。登録実務講習は居眠りダメなんです。 だからね講師20人あの、受講生20人に講師1人って決められてるんです。で、一応私のクラスね、あの100人とか入りますけど、ちゃんと後ろに講師がいます。サブ講師って形で。そうやって講師がね、ちゃんとね、いて、居眠りしないように見張ってるんですよ。うん、だからね、結構そういうところで、あの帰らせられたとか、あと、遅刻にうるさいです。あのこれ、遅刻してくると、もう30分以上遅刻すると、もう容しなく、はい、また再受講と、ね、別の日取ってくださいと。 いうふうになっちゃうんです。だからそういうところで落ちちゃう方も合わせると95ぐらいなんですけどね。まあ試験をね、ガチで受けて落ちる人は本当に0.01というね、もうレア中のレアなんですよ。うん。だからまあ合格はしますよね。じゃあ合格したら、じゃあどうするか。あのー、証明書が来るんですね。証明書が。で、レックの特徴としていいところはですね、終了、即日クラスっていうのもあります。うん、即日。まあちょっと少ないんですけどね。あと、終わった後も待ってなきゃいけないっていうデメリットなんですけどね。うん、その場でもらえたりします。 でも、まあ、その場で、そんなに忙ない方は別にね、郵送でしてもらえるんでね、あの、一週間ぐらいで来るんでね、まあ、そっちでもいいと思いますがね。あの、とりあえず、じゃあ、修了証が来たら、どうするかっていう話です。はい。法定講習って書いてありますね。あの、これは左側の上の方です。法定講習。さあ、試験のお勉強覚えてますか合格したら、すぐに取引証もらえるわけじゃない。まずは登録しなきゃいけない。じゃあ、皆さんは、登録実務終わったら、登録できるんです。 ところが、え、これ登録をした、その後に法定講習っていうのが待ってるんですね。知事の講習。うん、ただし、合格から1年以内に登録するんだったら、ね、トレキションもらうんだったら、いらないですね。だから皆さん今年合格してんだったら、来年の、え、ところまでで、あの、ちゃんと取れば、これ、法定講習はいりません。え、スムーズに行きます。うん、じゃあ問題は登録だけですね。で、この登録するときに必要なものがあります。暇なとき取っておいてください。あの、登録のときに、まずは、皆さんは登録するのに、 身分証明書っていうのがあります。で、この身分証明書っていうのは、車の免許とかダメですよ。パスポートじゃダメなんですよ。あの、本席地行って、行くなり、郵送なりで。えー、身分証明書という、ボケてません、破産したことありませんっていう証明書があるんです。それ取らなきゃいけないんですよ。それ取らなきゃいけないんですよ。あと、住民票とか。あと、もっとすごいのがないことの証明。ないことの証明ってあんま聞かないですよね。そうです。あまり人生で使うことがない書類の一つです。 うん、これね、どこで行くかというとね、東京だとね、実際に窓口行くなら、九段下が一番多分近いです。東京法務局。法務局の本局っていうところ。そこに、えないことの証明って自分の手書きでえ、私はボケてませんみたいなのにチェック入れてね、出すんですよ。そうするとね、あの、出てくんです。うん、これ、ないことの証明っていうのを取りに行かなきゃいけない。これもね、郵送でやるとね、1週間や10日ぐらいかかるんですね。近いくせに、うん。だから、結構時間かかるんで、これ、登録証をもらってからさあ集めようだと時間か,かっちゃうよね。 うん、もう合格するのに決まってんで、もう合格したら行こうじゃなくて、もう早くやりたいんだったら、もうね、あの取っといたほうがいいです。取っといたほが。だからこれね、必要書類というのをちゃんと、もう案内とか来てると思いますけど、ね、それをね、ちゃんと取っとく。ね、そうすると、スムーズにいけると思います。で、実際に、この登録の作業って、時間かかるんですよ。例えば、よし、書類揃ったから、じゃあ今日土地を行って登録するかって行くじゃないですか。え行って、はいじゃないんですよ。行って、1か月ぐらいかかります。1か月ぐらいかかります。 あの、そこなんですよ。これ、登録実務講習を受けるメリットって、やっと話せました。え、ね、もちろん内容的にも面白いし、内容的にもね、あの、せっかく竹試験やったんだから、ね、少々欲しいじゃないですか。この運転免許証みたいな取引証あ、歌手を生きたかしとか合格した歌手合格証書だけじゃなくて、というメリットもあるんですが、これね、あの、登録に時間がかかるんです。だから例えば皆さんが、不動産業界に転職しようと思って、竹研合格で、それ引き下げてやれば、それなりに引き手はいっぱいあると思います。 えー、もちろん年齢とかねあと業界、えー、あと大手やっぱりすごい大手さんだとねやっぱり、ね、なかなかあの厳しい就職活動も大変なところもありますがそうじゃなければ宅建持ってるとやっぱり引く手は、うん、結構あまたなんですよ未経験でもあるんですよ、うん、でも宅建試験合格でも十分に価値はあるんですけど持ってていった方がもっと価値ありますだって即戦力ですからね大体いい宅建師をですよ経験未経験で雇うっていうのは会社は足りなくてどうしようもないんです大至急なんです 合格しててまますすすすよよ。り持ってますのがお気にすぐ明日から来れるなんですよだからこれ絶対持ってた方がねあのこれ私も一応経営者なんで、えー、私うちは足りてるんですけどねだけどやっぱり持ってる人と持ってない人だったらいや持ってんだったらさ持っても明日からやってよみたいな、えー、で取るってなるとやっぱ1ヶ月以上かかるじゃないですかそれやっぱりまあできそうだけどどうかなまあこっちと同じような能力だったら絶対持ってる方を選びますから、うん、だからそういった意味でも例えばそういう就職とか転職活動に使おうと思ったらもう早くね 取っといていい今不動産会社じゃないでね不動産会社行ってからね登録実務講習行って登録するメリットは会社が金出してくれるってことこなんですよ。そりゃそうですよね。会社が大体足りなければ大至急行ってみたいなそれはあるんですよ。でも足りてるとこだったら出してくれませんよ、うん、だからあのそれを就職活動のね武器にしようと思うんだったら行っといた方がいいです。 時間もかかりますしね。だから1ヶ月ぐらいかかっちゃうんだよっていうところ。あと法定講習をね、例えば皆さんの中に今年じゃなくて、実はね、3年ぐらい前に合格してるんだっていう方は、法定講習って数少ないですよ。例えば受けようと思うじゃないですか。問い合わせるじゃないですか。はい、一番最短2ヶ月先ですと。そんなノリです。えー、あと日程も東京は結構あるんですけどね。これがね、まあ、神奈川も、神奈川もそれなりあるけど、埼玉とかね、もっと遠くになるとね、なんかめったやってないねみたいな。 やっぱり人数がいるからね、満員満員みたいなね、あの、受けたい日程でなかなか受けづらいっていうね。うん、だからまあ、東方定行集ってお金のだけだけの問題じゃなくて、なるべくだったらね、受けないでね、スムーズにいっちゃった方がいいんで、もうやるなら今だと思います。えー、もうそのまま合格者で、合格者で、例えば別な資格で頑張ってね、やっていこう。別に卓球は即使わないようであれば、あの、実は私もそうだったんです。私合格して、全くこの不動産業界は興味の巨の字もありませんでした。 なんで受けたかというとあの初めてね一人暮らしするのに蒲田ってところ行ったんですよであの蒲田って温泉ットがいっぱいあってね素敵な町だってのを知ってたから東京,東京に住んでるんですよ実家でも東京で採用になって東京に配属なんだけど蒲田一人暮らしともう絶対一人暮らしが良くてねで蒲田行ってその不動産屋が怪しい動きしたんですじゃあ卓球式受けてみようと、ね、その興味だけだったんですよだから受かっても全然関係ない仕事だからもう受かってもね意味ないからもうとりあえず合格で、まあ、合格で良かったみたいなそんな感じで終わってたんですよ そしたら今じゃね思いっきりさ思いっきり使ってますけどね不動産屋や,やるわ講師で教えるわしまいには登録実務であの一応登録実務ってね7年以上の実務経験いるんでねこれ結構講師でもできる人少ないんですよ、うん、だからねこの登録実務講習までやっちゃってるっていうねもうどっぷり不動産になっちゃったかんで皆さんもどうなるか分かんないね人生、うん、だからあの今必要ないと思ってもちょっと、まあ、お金かかるけど、ね、労力かかったわけじゃないですか卓球試験合格だったらこれ受けて 登録して取引てもらってそれでね取引して大手を振るってねあの就職活動転職活動で、ね、これからのね皆さんのね将来に向けてね頑張っていただけるとよろしいと思います、はい本当30分大した話じゃなくてごめんなさいねあのだけど登録実務講習の説明ってこんなもんしかできませんであとは登録実務講習をもっとねどんなことをやるのかとか聞きたいとかね、えー、あと受かってから本当に採用とかあんのとかね あとどういう業界に行ったら自分はいいのかとかそんなの自分で考えるようなんだけど、うん、あの不動産業界ってね一言で不動産業っていってもいろんなのがあるんです。えー、もう買い取って転売するところもあれば作って売るところもあれば管理するところもあればもうさまざまな種類があって全然違うんです。 会社の社風とかね、あと業務の労力とか、お給料体系とかも、うん、だからそんなの気になるんであればね、まあ、ぜひ聞いていただければということでね、まあ、30分経ちますんでね、そろそろ終わりにしたいと思います。ね、あと、この後あの祝勝会とかがあるんでね、もしあの出られる方はね、ぜひよろしくお願いしますということでございます。はいまあ、あまり長い時間ではございませんでしたけどね、登録実務講習、まあ、どうせ受かったんだったらやっぱり受けてやった方がいいと思います。 せっかくなんでねであと実務経験がまああるんだけどねっていう方もいらっしゃってますそれでもねそんなにね無駄にならないような話はさせていただいてるつもりなんでね、うん、ぜひいらっしゃっていただければ幸いでございます以上でございますはいそれではですね、えー、本日のですね合格の次は宅建市の、えー、登録事務講習から始まる宅建市への道というねタイトルでお話しさせていただきました皆さんお疲れ様でしたありがとうございます